寝袋ってとてもあったかなのですね。それに芋虫さんみたいになればもぞもぞ動けもするのですね。マスターの寝袋さんともう少しだけご近所に。ねえマスター、覚えてますか？それとも忘れてしまいましたか？こんな波音昔一緒に聞きましたよね。あの日は聞こう。泣いてしまっておりました。東はずの駅の海側、優しくて少し寂しい波音の聞こえる物陰で、時は聞こう、とても心細かったんです。名護鉄に移ってきたばかりで、いいえ本当は名護鉄に移るその前からずっと思ってましたの。ずっとずっと蒸気動車はコウモリだなって。蒸気機関車の仲間にも入れず、機動車たちとも戯れられず、どちらの組からもあっち側って言われてしまう、そんなコウモリだなって。それでも昔は姉妹がたくさんおりましたから、その分結束が強かったからへっちゃらでしたわ。お姉さまたち、妹たち、みんなでワイワイ笑ってはしゃいで、けれど、ねえ、マスターもご存知の通り、キコの妹はいつか製造されなくなって、お姉さまたちも妹たちも一人また一人と走れなくなって、一人ぼっちって。ですから、あの時は思ってしまいましたの。キコ、一人ぼっちで名護鉄に飛ばされたんだって。こんなに潮風の強いところに配備されて、いつかサビだらけになって動けなくなってしまうんだわって。そう考えたら寂しくて寂しくて心細くて、こんな機能がレールロードにあるなんて、それまで全く知りませんでしたのに。
涙がボロボロこぼれてきちゃって止まらなくなって、寄り添ってくださいましたよね、マスター。何一つさえおっしゃらず、頭を撫でてくれたりもせず、キコの隣に肩口だけをくっつけて、ただ寄り添っていただけて、あの時ね、キコ、ああ、一人ぼっちじゃなかったんだって気がつきましたの。本当に、本当の意味で。カイロの、いいえ、タブレットの一番深いところから、ほんのわずかに触れ合う肩の、とてもささやかなぬくもりが、キコにとっては、どんな過失で燃える火よりも、強くて、暖かかったんです。一人じゃない。そばにいるって、言葉ではなく、ぬくもりで、じんわり伝えていただけたから。それまではね、蒸気動車のレールロードのマスターになんて、きっとなりたくなかったんだと、キコ、勝手に思い込んでしまっておりましたの。だって、蒸気機関車の機関士だったら、工組に入れる。本線の特急列車の乗務だってできる。機動車にだって特急はある。けれども、蒸気動車は、普通列車でしか走らない。だからキコ、本当はなりたくないのに、いやいやキコのマスターにきっとなられたんだろうなって、そんな気持ちを、ひがみを、心のどこかにいつか救わせてしまっていたんです。だけど、あの時、マスターのくださるぬくもりが、沈黙が、そうして気持ちが、キコにまっすぐ染みてきて、キコが泣き止んで立ち上がったとき、顔が汚れているみたいって、涙の跡をそっと拭っていただいて、そうしたら、ポンと分かったんです。タンポポの綿毛が弾けるみたいに、本当に、ポンって、この方が、キコのマスターなんだって、もしも、潮風に錆びさせられても、この指が、必ず綺麗に戻してくださるって、キコね、一番そこから分かって、
そしたらすごく安心できて、ポカポカしてきて、蒸気動車でいることに誇りを灯してもらえましたの。だってこんなに素敵なマスターがキコのマスターなんですもの。キコだってきっと同じくらい素敵に決まってますでしょ。そうしてあの日からキコはね、蒸気機関車のレールロードとも、機動車のレールロードとも構えることなく、見くびることなく、お姉様たちと妹たちとしていたようにお話できるようになりましたの。今ではですから蒸気機関車や機動車だけにとどまらず、電気機関車、電車、それから、何でしたっけ？電気式ディーゼル機関車のレールロードとさえお友達になれて、にぎやかで毎日とても楽しくて、ですからいえ、言葉だなんて何の頼りにもなりませんわね。このぬくもりがきっと何よりの証ですもの。このぬくもりと寄り添い続けて、マスターが望んでくださるその限り、
私、おしゃべりが過ぎましたわね。お迎えの船が来るまで時間のんびりございますのに、そうします。今はひととき瞳を閉じて、言葉を閉じて、それじゃあ、マスターおやすみなさい。起きたらOh.